いや本当ありがとうございました石本さん。なんかいろいろと全然なんかもう本当になんだろう2月ぐらいにもなんかすごいまあいろいろ振り返りとかで言っていただいて、まああの時も結構なんか自分の中で結構来るものがあって、うん、まあ結構なんだろうちょっと電話した後泣いてたんですよね本当は。まあそうだったんや。はい。でもいやでもそれがあったからかもしれんな。そうですね。まあもうなんだろうまあ言い訳というか、ね、なんかちょっと正当化とかもしないようにして、もうひたすらやってきたんで。うん。なんか本当よかったです。いやでも今回さ初めて結果出たのはさ、はい、今まで頑張ってきたおかげやと思うし。はい、うん、本当マジでおめでとう。ありがとうございます、うん、本当になんかなんか本当に良かったし、なんか、うん、周りの人にも恵まれたなって。そうだね、まあ、実際に、はい、まあ最初いろいろあったけどね。そうですね、うん、まあ名古屋も来てくれたしね一回。そうですね、はい、うん、だし、まあ、ちゃんとコツコツ頑張っとったし、はい、うん、まあちゃんとね今回のことで続けたら結果出るっていうのは分かったと思うし、はい、うん、そう、それがね今回、まあ、分かったのが一番いいかなって俺は思ってるよ。はい、うん、本当に良かったです。まあ前はさ、まあ、いろいろ言ったと思うけど、はい、まあ、実際にねあれがあったからいろいろ分かったと思うし、はい、さ自分が何ができてなくて何ができるようになったかも分かるじゃん。そうですね。そしたら次さ教えれるやんね同じような人に。はい、そう、まあ、この経験がね、まあ、自分を助けてくれるし、はい、うん、やっぱ一番最初に、あ、てかもう入金も終わってんの？あ、もう入金も終わりました。おお、いいじゃん。はい、はい、初収益、初収益です。本当に、はい、実際にさ今大学生じゃん。はい、大学生でさ自分の力でバイト以外で自分の力でお金を稼ぐってさいないやんね、はい、普通。まあいないですよね。いないよね。自分の周りではいないですね少なくともね。はい、もうすごいさ、すごいことを教えるからさ。はい、うん、でもう本当にちょっとね俺もめっちゃ嬉しいわよ本当に。うん、もうなんか実感ある？なんか自分お金稼いだんだみたいな。いやないですね。まあ、ないよね。なんかはい。いや本当に商品もやっぱりちょっといろいろまあ制約いただいた時点でちょっと作り始めてたんですけど、うん、まあまだ確定は確定というかなんだ完成はしてないんでもう急いで。うん、今から作るんですけど、うん、いやもう本当になんだろうな、なん実感ないっす、うん、俺もね最初実感なかったよ。あ、まあ、入金されてから自分の通帳を見て、あ、はい、増えてる、おおみたいな、うん、本当に増えてると思って、それ実感がちょっと湧いたかな。なんか数字的には増えてるんですけど、うん、なんか未だになんかなんだろうふわっとしてるというか、うん、本当に稼げたのかなみたいな、うん、って気持ちですね今は。まあ、2,3 日ぐらい経ったらちょっとね実感湧いてくるよ。ああ、いやー、お客さんとやり取りしながら商品を出して、はい、でやっていくと、まあ、ちょっとわ本当に稼げたんだなって思ってくる、はい。そうですね。うん、いやもう本当になんだろう、まあ、今回で満足しないでもっと稼げるように、うん、もっとなんか西とも取っていきたいと思うんで、うん、もちろん頑張ります。頑張っていきましょう。まだね、はい、まあ、スタートに立ったばっかやからさ。そうですね、はい、うん、でもこの1個売れるとねちょっと安心するよね。いや全然違いますね。ねえ、これでよかったんだってなるしね。はい、まあ、改良していかんといけないけど、
まず商品作りながらリスト取ってって、はい、商品も作ったらさ、あと集客してもっともっと良くしていくだけやからさ。そうですね。そうするとね、もっともっと、まあ、収入も多くなってくるし、まあ、次の、はい、まあ、ステップとしてバックエンドとかもね、バックエンド、うん、作っていくこともできるし、はい、うん、他の商品バックエンドっていうのはどういうことですか。バックエンドの意味がちょっと分かんなかったんですけど。あ、バックエンド、バックエンドっていうのは、はい、あの今作ってる商品っていうのはフロントエンドって言われとって、はい、あの最初の商品。あ、はい、うん、なるほど。そうそうそう。でバックエンドっていうのは実際に買ってくれた人に対しての、まあ、なんか裏の商品みたいなもの、さらに追加のなんか手厚いサポートみたいなやつ。なるほど、うん、そういうことか。そうそうそう。例えばディズニーランドで、ディズニーランドもバックエンド戦略ってやつやんけども、あ、ディズニーのフロントってチケットねんて、7000、8000ぐらいするチケット。はい、そうですね。そうそうそう。でもさ、ディズニー行ったらさ、もう7000、8000以上のお金なくなるじゃん。そうですね、なくなりますね。あれはバックエンドにお土産とかホテルとかご飯とかそういうものがあるんだよね。あー、そう、なるほど。でこのインターネットビジネスにおいても一番最初フロントの商品があって、でその中で、はい、まあ、さらにもっともっとサポートを強くした商品っていうのを作って、でそれを、はい、あの買ってくれた人に対してさらに売っていくっていうのがバックエンド。あ、バックエンド、うん、ちなみにどういうなんかサービスとかつけてるんですか。うん、まあ、人によるけど、例えば今ってさ、どんな商品作ってる？どんなサポートしてる？サポートは、まず LINE アットですね、うん、で、あとは、まあ、あのテキスト、うん、と、あと動画を、うん、送ろうと思ってます、うん、でしょ。そしたらそれをさらに距離感縮めるんよ。はい、うん、例えば実際にそれ見てくれた人と個別に、なんか個別レッスンみたいなものをつけてもいい。あー、なるほど。実際に相手の、うん、まあ、カラオケの音声を添削してあげるとかね。で、あなたには今この練習方法がいいですよということで個別に教えてあげたいとか、はい、まあ、ボイトレを直にやる感じ、まあ、会わなくてもいいから、はい、実際に電話してあげるとかね。電話もう無期限で電話するとか、サポートしますとかっていうのをつけてあげてもいい。あ、そうですね。一応電話にも関してはちょっと屋さんとかにも相談とかして、うん、一応ちょっと最初なんでちょっと少し話しときたいかなと思って、うん、まあ、あの一応2ヶ月で、最初は2ヶ月だけちょっと対応はしたんですけど、うん、そっからこうとかっていうのはバックエンドみたいな形なんですかね。あ、もう一回。あ、今の2ヶ月の、まあ、電話サービスついてるんですけど、うん、これをその、まあ、延長みたいな形でやるのはこれはバックエンドなんですよね、うん、延長もそうだし、 あとは、はい、例えばね、その人が歌いたい曲があったらするじゃん、はい、それをもっともっとうまく歌えるように徹底サポートとかでもいいし、はい、あとは実際に近い人やったら会ってボイトレ教えますでもいいし、3回まで会って教えますとかね。あ、まあ、なるほど。まあ何回でも会って教えますでもいいけど、まあ、それはちょっと行くの大変やから、はい、そうですね、まあ、まあ来てくれたら何回でもサポート、まあそれはね、どこの人かとかどんな人かに言って帰ればいいけど、はい、まあ、直接会ってサポートするとかでも、はい、なるほど。うん、まあ、でもまずはフロントの商品をちゃんと作るってことと、あとそれがちゃんと、はい、まあ、売れるってことが大事やから、まずはそれやっていきましょう。はい、わかりました。ある程度リスト溜まってきてサポートとかねもうできるようになったら、次にバックエンドとか、あとクロスセルとかね、はい、作ってもいいと思うし。あ、クロスセル、そうそうそう、クロスセルの商品とか作ってもいいと思うし、はい、それをねちょっとやっていきましょう。はい、わかりました。うん、いいね。一個言うとね、なんか選択肢が広がるから一気に。そうですね、はい、うん、いや楽しみっすわ。まあ、やることはねもう基本同じやからさ、はい、うん、ま
まあ、ブログ書いてってメルマガもまあちゃんと作ってって、まあ、投稿とかもねちゃんとしたい、集客ちゃんとしたいとか SNS ちゃんと運用したいとかっていうのはもう必要だから、しっかりと一個一個商品作りながらやっていきましょう。はい、わかりました。いいっすね。いやマジでよかった。なんかこの瞬間がねなんか一番いいね。いやもう何とも言えないですね。でこの一番最初に結果出るのってやっぱね、はい、俺もね覚えてるもん、一番最初に結果出た人のこと。そうですよね、確かに。でこの全くねお金を稼げてないゼロの状態からもうほぼ無料で、はい、なんか自分でさ自分の手で作り上げてきたわけじゃん。はい、で自分の手でさ、まあ、ほとんどお金もかけずに結果出るってさ、それ結構すごいことだからさ。はい、本当にすごいし、しかも買ってくれた人もおるし、はい、まあ、その人のためにしっかりと商品作ってあげて、で、まあ、今後はねそのなんかくじけそうになる時もさあると思うし、またちょっとだれちゃう時もあるかもしれないけど、はい、で一番最初になんか商品買ってくれて、役に立ちましたって言ってくれる人がいるわけやから、その言葉がね自分を助けてくれるから、はい、なんか最初の人は本当に徹底的にサポートした方がいいよ。そうですね、うん、もう絶対にもう90点取らせるんで、いいね。はいはい、はい、あ、わざわざ電話ありがとうね。あ、いや全然、いやあのむしろあのなんていうかもういろいろお礼とかいろいろ言いたいことあったんで、うん、はい、いや本当わざわざありがとう。いやいや、こちらこそありがとうございました。いやいやいや、まあこっからがね本番やから、はい、また分かんないとこいっぱい出てくると思うけど、またね、はい、一個一個頑張っていきましょう。はい、うん、分かりました。はい、頑張っていきます。またちょっと教えることもね増えてくると思うし、はい、うん、まあ、ワードプレスもねあのやった方がいいかなと思うから、それについても、ね、はい、またやり方とかあとで動画送るし、また見といてほしい。はい、あ、わかりました。うん、はい、まあ、まずはね商品作ってください。はい、了解です。いや、重ね重ねおめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、うん、じゃあそんなところ、はい、感じですかね。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。いやいや、また頑張っていこうね。はい、はい、頑張ります。これからも よろしくお願いします。いやいや、こちらこそ。はい、じゃあ、では、はい、はい、こんな感じで。ありがとうね。うん。はい。はい。ありがとうございました。うん、また、今日から頑張っていきましょう。あ、はい。わかりました。頑張っていきます。うん、じゃあ、なかったらまた連絡してね。あ、はい。了解です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、失礼します。はい。